猫ダメだよと、それ持ってったら。なんでそれ持っていくの。波の花っていうあれじゃなくて、なんかイワシ系の稚魚ですね。なんかこれが波一側にいたんで、これを餌にして今釣りしてますけどね。ほい、はい、はい、あ、今日ほんと静かだな。久しぶりかもわかんないですね、こんなに静かな日に釣りをしてるのは。あ、かかったかかった。あ、これか。なんか、あ、小サバだ、やっぱり。小サバじゃない、これイワシだ。イワシがいましたね。これが湧いてるんだ。当たりですね。よし、来た。あ、なんだこれ。アイゴかな。アイゴっぽいですね。アイゴだ。うわ。やっぱりね、元気すぎるよ。よし、はい、今日は逃がしてやるからな。アイゴだ。アイゴ見えてるわ。イワシを追いかけ回しながら餌拾ってる。やる気だな、あれ。触ってるかな。あれですね。あれなんだけどな。あら、ないか。あら、針がない。フグかな。フグのお出ましかもわかんないから。ね、なんか何だこれは。うわ、フグ出ました。赤いやつ、こいつか。うわ、アイゴだ。アイゴだよ。アイゴだよね。強いな。やばい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 。そっち行くな、そっち行くな。あ、切れた。アイゴだったけど切れた。よし、いける。よいしょ。元気だなぁ。はい、さら。よし、これはいくでしょ。いった。これは誰。あ、メジナがいっちゃう。初メジナ、ようやく来たのに。
ああ、よだ。マジか。強い。強いけど。よいしょ。ほら。ほらな。はい。いやー、ちょっとまずいな。アイゴだけだと。アイゴが悪いわけではないですけどね。はい。行く。じゃないかも。アイゴだ。アイゴだよ。すげえ期待したのにね。ではないですけどね。あれこそたまにでいいんだよな。よし、赤いですね。出るか。あ、これはあれこじゃないな。これは絶対違う。仲間が三畳場のメジナ釣ったって言うんで、颯爽と戻ってきましたよ。もう夜釣りでいいやと思ってたんですけどね。夕マス目チャンスあったみたいですね。地合いが来たかな。すげえ、34まで来たんだね。あ、いいっすね、やっぱね、ほら形いいよ、ほら。やったね。これ全部一広ぐらいで口きたんですか。これ一広ですね。へえ。あ、いいっすね。やりましたね。わかんない。体が小さいっすよ、これ。むちゃ小さい。何これ。誰誰ですかこれ。アジですか。フグです。むちゃ期待したよ。来た。当たった。これもフグでしょ。これ絶対。あ、違う、ハタンポだ。やってきました、ハタンポ。ハタンポ。ハタンポした。ねえ、あれ、あ、いやいや、フグですね。もうあっという間に上がってくるよ、これ。もうやめてくれよ、これ。ちょっとサイズアップしたから。わかりましたね。ああ、なんだね。フ
るかな。なんだこれ、あれちょっと大きくなった。あ、なんだこれ、サバか。もうサバが来た。サバでしたよ。サバ、サバ1匹ぐらい持って帰ろうかな。もう持って帰るのないですからね。猫、これ俺持って帰っていい？これサバ食べる？食べる？じゃあいいよ。はい、ほい、行け。まだでっかいのお前。おお。ブルブルしてんじゃん、大丈夫？